ユリ・ボーツマンはエストニア出身の歌手。高校卒業後に音楽活動を開始した。趣味は自然の中を一人で散歩すること。デンマークに1年間留学した経験があり、デンマーク語を話すことができる。オーディション番組であるEesti Otsib Superstaariで優勝し、ユニバーサルミュージックとの契約と1万ユーロの賞金を獲得した。また、エストニアンミュージックアワーズのベストメールアクトを受賞した。ユーロビジョンソングコンテスト2016の代表となることを目指し、国内予選にPlayと AGACs の2曲を提出したところ、前年のエストニア代表、Stig Rästaが制作に関与したPlayを歌うこととなった。国内予選で優勝し、ユーロビジョンソングコンテストにエストニア代表として出場することが決定した。ユーロビジョンソングコンテストでは準決勝1で、Playを歌ったが、18位となり、決勝には進出できなかった。11月には、最初のアルバム、Tänaがリリースされた。また、同年のユーロビジョンソングコンテストラトビア、代表であったユスと、リトアニア代表であった、ドニー・モンテルと共に、オーディオ機器ブランドである、ビーツバイドクター、奴隷の宣伝に起用された。ありがとうございます。